株式会社やる気スイッチグループとは、学習塾、スクール IE などを運営している企業である。個別指導学習塾をはじめ、幼児教室、子供向け会話スクール、英語で預かる、学童保育、バイリンガル幼児園、キッズスポーツ教室を全国、及び台湾をはじめとした海外で運営する、総合教育グループである。2020年2月末時点で国内外の、 教室数はおよそ1800教室。社名の由来は、創業者の松田正夫の口癖であった、子供のやる気スイッチを入れるという言葉である。個人塾としての創業は1973年、その後個別指導学習塾へ転換し、1989年を法人設立。2020年2月期のグループ売上高は387億円と、業界トップレベルに成長した。 個別指導学習塾のスクール IE をはじめ、幼児教室のチャイルドアイズ、スポーツ教室の忍者ナイン、英会話スクールのビンベ、英語で預かる、学童保育のキッズデュオ、バイリンガル幼児園のキッズデュオインターナショナル、アイキッズスターの7つのスクールブランドを運営している。2020年には新たに、プログラミング教育ハローパワードバイプログラム X、やる気スイッチ、 思考力ラボ、英語未来ラボの現代といった新しい学習サービスを立ち上げた。台湾拓人大事加工事業概要ネオ学堂で放課後留学も小一の壁崩せ松田雅夫。PHP 研究所。2019年10月12日閲覧。平松あ美。個別指導塾が投資ファンドに身売りしたわけ。東洋経済。 2019年10月12日閲覧。今期よのり。j フロントリテイリングが a s 保育事業に参入。狙いは ?IT メディアビジネスオンライン。2019年10月12日閲覧。遠隔、子会社統合と社名変更のお知らせ。株式会社やる気スイッチグループ。2019年3月2日閲覧。やる気スイッチのバイリンガル幼稚園。 関西に進出。日本経済新聞。2019年12月4日閲覧。株式移転による純粋持ち株会社設立に関するお知らせ。株式会社やるキスイッチグループ。2020年1月8日閲覧。ありがとうございます。